こんにちは、ゆうきまみです。今日は私は福岡ドームに来ております。でこのユニフォームを見ていただいてピンとくるかな。実は投げます。セレモニアルピッチをしにですね来てます。というのもあのニューミーという、ショップさんの公式アンバサダーになって、そのニューミーを商店23番で、依頼をいただきまして投げてきます。届くかな、ちょっと見てください。10年ぶりぐらいで、でやっぱその頃から年も取ってるし、ちょっと怯えてるんですけど、その間に5年ぐらい前からピラティスを始めて、インストラクターの資格も取ってるんで、多分体幹の筋トレ、体幹がしっかりしてるんじゃないかなと、若い頃より。なので年の多分と差し引いて、もしかしたらなんか届くようになってたりしないかなって思ってます。もう軸面もしっかりしてますよ。軸が多分しっかりしてますよ。はい、いいです。片足でずっと立てられます。じゃあもしかしたらその以前までの2回よりもいいボールが投げられるかもしれない。かもしれない。バスケットですよね、元々。バスケ部です。そうですよね、ちょっとボールはちっちゃいですけど。そうですね、はい、取ることはないので大丈夫で、投げるで終わりだから。そうですね、はい、はい、じゃあちょっとウォーミングアップを。はい、なんかこれ持ってやった。はい、すいません。あ、こういう感じでしたね。はい、そういう感じです。あ、公式ボールです。公式ボール、はい、はい、どうだっけ、本当に全然家にグローブとかもなかったから、この仕事に全く練習してきてないんですよ。本当ですか。あ、なんか久しぶりに投げてました。想像より結構ギュッと、はい、安定取ることは多分できると思います。目が整えてるだけです。はい、ピラティスパワーで、ピラティスパワーで、なんかコツってあるんですか。はい、いやもうなんかほぼ言うことないぐらい、この感じ。そうですね、すごい程遠いですよね。 18.44m なんで、もうちょっとですね、しばらくじゃあそのぐらいの距離で。平気じゃなくて肩がクッてなってってなるんだと思う。すごいやっぱ緊張するんですね。そうなんですよ、まあ、42歳にもなってるんでね、出産も経験してるんでね、その前よりこうなんていうか落ち着けたらいいですね。あと何、やっぱピラティスをやり始めた私っていうのはなんかこれぐらい投げてはちょっと肩痛かった気はするもん。なんか力んでてちょっと練習で、ほんでも今全然、私はもう変わ体が変わってるんですね。信じたいです。はい、きます、お願いし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 ます。わ、すごい、すごい、うわ、どこに行くんでしたっけ。ファンドです。お願いします。はい、あ、ちょっとすごいぞ、絶対すごいよ。うわ、お願いします。Thank you.
投げたところがあります。から投げました。届かなかった。すごいやっぱめちゃめちゃ速いです。めちゃくちゃ速いです。どうでしたか？いや、 やっぱり魔物が住んでましたね。やっぱり練習では届いたのに届きませんでしたね。もうちょっとって感じでしたよね。ちょっとなんで、あのちょっとがね、あれがいかない、広いんですよね。でもやっぱり普通に遠かった。練習の時よりもっと遠かったね。そうなんですね。180m18メートル。そうですよね。長いね。長かったですね。終わってよかったです、はい、とりあえず滞りなく。お疲れ様でした。ありがとうございました。